今団子坂下にいますけども、こっからですね、今からですね、日本医大ちょっと向かいたいと思います。今日ちょっとですね、体調があまり思わしくないので、検査なんですよね。久しぶりですね、日本医大に来るのは。マジで久しぶりだわ。歩いてね、あの千駄木の駅からどれぐらいでかかるかを今ちょっと検証したいと思いますけども、まああの日暮里から歩いてもよかったんですけど、まあさすがにね疲れるんで、ちょっと一駅、ほぼですね1分ぐらいで到着するんですよね。まあそれでちょっと日本医大にちょっと向かいたいと思います。そんなにね時間はかかんないと思うんですけども、モスバーがありますね。ここはね、忍ばず通りですね。全日食店ありますね。野村屋 Z のマックの全日食店ですね。距離的にはどんぐらいあるんだ、1キロぐらいあるのかな、ちょっと バスでね来れなくもないんですけど、バスはねちょっとあの不透明なんですよね。不透明っていうか、あの結構ねあの時間通り来ない時あるので、ちょっとやめておきました。いけないことはないんですよね、バスでも。そば、そばの弁慶ですね。弁慶でございます。ここですね、最後のですね、上り坂があるんですけど、ここはね結構きついんですよ。このね右曲がったところの上り坂は結構きついので有名なんですけども、雪が降るとね滑るんですよ、結構。豆腐あっちな、マジで。今日ゴミの日か。23区清掃事業ですね。千駄木2丁目頑張ってらっしゃいますね。そっち行くとね、あっちの忍ばずの池の方、忍ばず公園の、上野公園の方行きますけども、今回はこっちですね。そのバス駒込行くんだよな。そのバスもありだな、帰り駒込病院行けば、なんだっけあれの乗れますからね。
一番高いところなんですよね、坂の。一番高いところ。帰り寄るかな、根津神社。そこの根津神社いいかな。帰り前バスケット。これですね、由緒正しいですね、根津神社が鎮座ですね。まあいいか、これ根津神社ですね。まあ行きます。日本以来も変わりましたね、だいぶ。こんな感じじゃなかったですからね、私のいた時は。東館、うわっ、これ東館。もうちょいまっすぐ行かないとダメなんですけども、あっちがマジで。これをね、怪我してる人が結構渡るとちょっと大変ですよね。もうちょいでそこの代表。うわ、でかっ。こんなでかくなったのか。じゃだん。なんか、はい、日本医科大学附属病院正面玄関来ました。はい、じゃあ一旦これ切ります。ありがとうございます。